はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと巨人が、僕の意見的にね、優勝するのは厳しいというふうに僕は思ってるんですけど、その僕がそう思う理由とかね、そういったところをね、今日ちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。現在、ジャイアンツは今2位にいまして、残り30試合ぐらいですか、ありまして、あとゲーム差、広島まで2あるというところ。で、普通に考えて、こんだけね、試合数があって、ゲーム差2だったら、いけるんじゃないかっていうふうに思われてるファンの方もいらっしゃると思うんですが、実際ね、例えば地型というか、力があれば全然2っていうのはひっくり返していけると思うんですが、広島であったりとか、阪神もね、昨日ね、広島に勝ってるっていうのがありますし、もともと力があるチームではあるので、そういったところで、そこの二つのチームとね、比べていくと、ジャイアンツ少しね、劣ってる部分があるんちゃうかなと思って、ゲーム差2というところではあるんですが、ちょっとジャイアンツの優勝というところは、僕的にはちょっと今難しいんちゃうかなっていうふうに思ってますと。で、その理由は、何点かあるんですけど、やはり一番大きいのは、先発ピッチャーかなって僕思ってて、ジャイアンツね、非常に、1枚目から4枚目あたりはですね、僕非常にいいと思ってるんですよ。戸郷、山崎、グリフィン、菅野あたりはね、最近井上も入ってきましたけども、そのあたりは井上はちょっとよかったり悪かったりありますけども、比較的、そのあたりぐらいだったらまだいいかなっていう感じあるんですけども、6枚目ですよね。5枚目、6枚目というところが、なかなかこう、安定しないっていうところがね、あって、やはり、力はね、どのチームも落ちると思うんです。正直、5枚目、6枚目っていうのは、それは1番手、2番手より、とか、上のピッチャーよりはね、落ちると思うんですけど、でもやはりその、ここに来るとね、こんだけ混戦のセリーグですから、ここに来るとですね、その5番目、6番目のピッチャーがどんだけ勝ちを拾えるかっていうところが非常に鍵になってくるんちゃうかなって思ってるんですよね。で、ちょっと前にですね、赤星投手に対して安倍監督が、お前が、3勝4勝したら、優勝できるよみたいなコメントをね、されたことありますけども、その期待の赤星投手がですね、なかなかこう、答えられなかったりとか、0勝7敗でしたっけ？ありましたし、昨日のね、ロングでもちょっとこう、打ち込まれるというところもありましたし、そういったところで、なかなかね、期待してる選手が、なかなかこう、結果を出せてないっていうのがありますから、そこでね、広島であったりとか、阪神とね、差が結構あるんちゃうかなと思ってますと。具体的に言うと、昨日の西田投手もそうですし、赤星投手、今2軍でね、調整というか、投げてるメンデス、横川とかね、又木とかね、いますけども、やっぱりこう、みんな正直パッとしない。西田投手はね、昨日初めての先発なんで、もう一回チャンスは、抹消でね、二軍に落ちるんですけど、もう一回チャンスはあるかなとは思うんですが、やはり、正直厳しいと。じゃあどうしないといけないかというところですけども、やはり5枚目、6枚目がね、しんどいっていうんだったら、1枚目から4枚目で勝っていくしかないというかね、もうそこを絶対落とすわけにはいかないっていうことになってくるんで、それね、できればいいですよ。4勝2敗というかね、そういう形でね、いければいいですけど、やはりそれもね、プレッシャーかかりますし、相手もいいピッチャーとね、当ててくるわけなんで、そこで勝ち切るっていうのは、やはり打線の強さであったりとか、そのピッチャーのクオリティにもかかってくるので、そんだけ、5枚目、6枚目勝ててないから、じゃあ俺らで勝たなあかんっていうプレッシャーがある中ね、で、相手も、いいピッチャーを投げてくるという状況で、勝ち切るっていうのは、この、混戦でもそうですし、この終盤でね、すごく難しいかなと思うので、ちょっとね、そういったところですごくジャイアンツの優勝はちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうにね、思う一番の要因なんですね。で、それプラスしてですね、やはりヘルナンデスの怪我っていうのが僕、マジででかかったなと思ってて、やはり交流戦あたりからね、ヘルナンデスが入って打線の厚みが増したっていうのがありました。で、結局、いろいろ、ちょっと多少ね、状態が落ちたこともありましたけども、結局、だって3割ぐらい打ってたわけでしょ。で、3番に座ってという、で、ましてやセンターも守ってというところで、前世紀の坂本さんとまでは言わないですけど、それに近い成績をね、3番の打順でね、出してくれたわけなんで、その選手はね、今季、もう復帰できないというふうな形で、一番重要な
時期にね、まあ本人もね、怪我したくてしたわけじゃないし、精一杯のプレーでね、手首を骨折してしまったっていうのがあるので、誰も彼のことは責めないと思うんですが、まあそういったところは、まあそのすごく不運というかね、チームにとってもめちゃくちゃ痛かったし、まあそれをね、みんなでこうカバーし合おうと思って、まあ浅野選手が出てきたりとか、まあモンテスが外野に行ってくれたりとか、まあいろいろありますけども、やはりあのヘルナンデスの離脱というのは一番大きいし、ヘルナンデスがいた中でね、いる中で、加えてここに、モンテスがいるという構図であれば非常に面白いというかね、打線に関しても強力だし、面白いなって、それだったら優勝できるかもなっていう風なねところはファンの皆さんもね感じてるところではあるんですけども、やはりヘルナンデスが抜けて、まあモンテスもめちゃくちゃよく頑張ってくれてるんですけども、やはり一人なのか二人なのかっていうところはめちゃくちゃ大きいところではあるので、そこはね、まあもう言ってもしかたらればの話なんで言っても仕方ないところがあるんですけど、ちょっとね、そこは大きいんじゃないかなと思うんですね。で、最近、ちょっと意外とリリーフもちょっと薄くなってきてるというか、ちょっと怪しくなってきてるところがあって、まあ、ちょっとね、前半戦はね、泉選手とか、まあその負けパターンの時でも、非常に質の高いピッチャーがいたんですけど、今はね、ちょっと2軍に落ちてたりとかしますし、ちょっと、まあ今村さんもね、頑張ってくれてたりとか、まあ平内投手もね、いろいろやってくれたりとかしますけども、少しね、ちょっと不安定というか、まあちょっとこう、最近疲れもあって、フォアボールであったりとか、まあ、通打されたりとかね。まあ、仕方ないところはあるんですけども、やはり、最近フォアボールというところで、まあ、ケラーもそうですし、まあ、この間の先発の西田投手もそうですけども、大体、フォアボールが絡んでるんでね。っていうところで、まあ、少し、まあ、疲労もあるしね、暑いしね、今日本はすごく暑いし、まあ、ドームでやれてるとはいえね、疲労は間違いなく溜まってるんで、そういったところですごく、意外とリリーフもきつい、くなってきてるんで、まあ投手陣というところですよね。先発の5枚目6枚目そうですし、リリーフというところもちょっとね、厳しくなってきてるし、そのヘルナンデスも抜けてね、打線の厚みっていうのもモンテスがなんとか頑張ってくれ、みんなで頑張ってくれてるんだけども、浅野選手も含めてね、頑張ってくれてるんだけども、やっぱりこう全体の量としては強さとしてはちょっと弱まってるかなっていうふうに思うので、そういったところですごく難しい時期を迎えてるんじゃないかなと思うんですね。で、その中で、まあ、広島でやったりとか、阪神は、まあ、ある程度、こう、まあ、ピッチャー陣、まあ、広島なんかそうですよね、5枚目、6枚目でもね、ある程度勝てるようなピッチャーもいますし、で、阪神もね、まあ、打ててない、打ててないというふうにね、ずっと言われてましたけども、結局、打線もちょっとずつ上がってきたっていうのもありますから、そういったところでね、高橋遥人投手とかも戻ってきてね、昨日勝ってるわけなんでね、そこで、ジャイアンツが落ちてきてる時に阪神がちょっと上がってきてるみたいなところもあるし、広島もね、すごくこう、チーム全体と一体となってね、攻撃してくるし、ツーストライク後のアプローチもうまいしっていうところがあって、非常にやりにくいなっていうところがあるんですね。で、もし、ジャイアンツが浮上するならば、やはり、下位のチームには絶対負けてはいけないと思うし、まあ、昨日、中日にね、カードの頭を取られましたけども、まあ、初戦負けて、2戦目、3戦目勝つみたいな、パターンもね、結構最近多いので、まあ、2戦目、3戦目ね、まあ、井上投手と菅野投手かな、ところですけども、絶対落とせないので、そこはしっかり勝って、で、来週、確か週明けに、広島が、中日とやるんですよ。で、広島中日と相性悪いんですね。負け越してるんですね、中日に。だから、その期間にですね、ジャイアンツはヤクルトでやれるんで、そこで、しっかりね、勝って、もし広島が、その、今までの相性通り、中日をね、中日に負けてくれるとしたら、そこでね、またこう差が縮まって、もしかしたら周囲に躍り出るみたいなことも、あるかもしれないので、そこは、結構ね、ジャイアンツからしても大きいと思うし、そこの戦い方っていうのもね、確か神宮でやると思うので、まあ、ホームランが出たりとか、狭い球場なんでね、あると思うんですけども、まあ、ジャイアンツもね、ホームランを打てる選手はいますし、打つときはね、それはホームラン打ってほしいですけども、やっぱ守りのときはね、ある程度やっぱりこう、狭い球場なんで、インサイド行くときは注意したりとかね、近くは速い球で、遠くは低く、なんていう、変化球でっていうところでね、徹底した攻めをできれば、ホームランも防いでいけるのかなというふうに思うので、そういう戦いをね、していってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は、ジャイアンツが優勝難しいんちゃうかっていうようなお話をしていきましたけども、まあね、まあ正直、僕がこうやって言ってますけども、全然わからないですしね、まだ2ゲームなんで、
まだまだもっと面白いね、戦いを見せてくれると思うので、そこはね、僕こうやって言いますけども、精一杯ね、応援していきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これをどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。